ねえ、はい、ちょっと繁華街行こうとなって、うん、ミョンドン、ミョンドンですね、ここミョンドン来たよ。はい、すごいね、人がすごい。日本の方なのか韓国の方なのかもう全くわからないけど、うん、とりあえずまあもうね、この動画でずっと伝えてきてますけど、まあ他のね、ちょっととあることのプロジェクトのために韓国に来て、はい、ちょっと夜よしきりと遊ぼうということになって、日本ちょ来て、ちょ来て、ちょ、俺 YouTube 大丈夫？え、YouTube 見たことある？あります。え、なんで、ほんと？ほんと、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 20歳です。20歳、長崎出身、長崎出身、中里さん、長崎、そうそう、長崎、どこ？長崎市ですね。みんな大学生、そう、大学生。すごいですね。え、男4人で何してんの？旅行っす。寂しい。言うなって、言うな言うな、思ったとしても。楽しい、いつまでいるの？あと2日間。いいね、楽しんで。この YouTube 見てね、いつか流れてるから。何の動画見てくるの？そうですね、ドライブ。大体してるだろ。おい、1年くらいやってる。ありがとう。撮ってもらって。あ、本当ですか？マジ？あ、撮ります。あ、どっちかいいな。やった。意外と20歳の男の子があんなになんか喜んでくれるって嬉しいね。まあ YouTube は見てないんだけど。見てないんだな。何で知ったんだろうな。2個欲しかっただけで3つからって言われちゃった。なるほどね。食べてみよう。いただきます。あ、あったかい。うまっ。なんかほぼない。もおいしいね。うん、おいしい。なんかもうちょっと休憩したい。疲れちゃった。お酒飲みたい ね、どっかで。ちょっとどっか飲んでちょっとまた散策するか。どっかさ、ないかな。お酒飲めるような。ちょっと、はい、でもこの辺だとやっぱガチャガチャしてんのかな。ミョンドンは日本でいうやっぱ渋谷とか多分原宿とか若者の街でしょ。そうっぽいね。だからね、もう俺はちょっとねついていけないのかもしれない。いや楽しかったよ。でもミョンドンはもうちょっと若者すぎて、うん、ちょっとねあれだったから、ここがどこかわかんないんだけど、屋台街みたいなところに来て、ちょっと座って、まあなんかビールでも飲みたいななんて思って、はい、ちょっと座ってみようよ。いいね、怪しくていいですね。あ、でもビールもあんのかな。あるでしょ、便利。どこビールある？ビール。ビア。ビールないの？ビア。ビロ。あ、いや、ビール。ビア。ペロ。ビア。ベクチュン。あ？ベクチュン。ゴ。アンジュン。アンジュン？食べろってこと？ドリンクは？ドリンク。ドリンク？うん。ドリンク。ビール。ドリンク。ビール。ベクチュン。イス。どれ？とりあえずなんか？ビールないのかな？ビールイス。ビール。ベクチュベクチュビールビールベクチュイス。ああ、ビンビールね。ベクチュイス。じゃあとアンジュ。うん？アンジュ。あ、アンジュ。アンジュ。アンジュ。ヘドイスヘ。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 アナゴ一個。アナゴ一個。カンゴ一個。うん？カンゴ一個。カンゴ。オーケー。アナゴ一個。カンゴ一個。オーケー。決めてくれ。システムが。誰か助けてくれって書いてあるんだよ。アナゴが美味しいってことかな。アナゴ、アナゴ、うん、美味しい。おすすめ。おすアナゴ、アゴ、ベクチュ、ベクチュ、アナゴと、じゃあアナゴとビール、ベッケ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 、で適当に言ってるでしょ。何が出てくる。アナゴ、イエスマンだから。そんなの見せてくれるよ。アナゴ。どれ？何それ？見せて。本当にアナゴ？それアナゴ。待って見て。
これこのまま食べないね。何これ。いやダメ、誰か検索してくれる人出てきたんだけどさ活躍してくれる形で。ちょっとあれになっちゃった。じゃあはい、お疲れ様です。アナゴアナゴま、アナゴなんてうなぎって書いてある。うなぎ、うなぎこれアナゴ、え、これアナゴアナゴ、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 おキュウリ、これ、イガナミ、あー、うなぎね、うなぎね、うなぎ、昨日もなんかうなぎね、これうなぎなの、イガナミ、本当？よちが、あ、下はもやしだ、あで、ほら、よこちが、でつけて、これマシス、マシスよ、うん、ごばよ。食べてみようよ、せっかくだわ。なんであんなこと面白い。うん、なんか骨っぽい骨っぽい、ちょっと俺食べて、うん、食べてみて。え、でもさ、全然ここはさ、あんま日本の人いないじゃん。うん、バシャオ、え、おいしい、バシャオ、ね、バサシ、バシャオ、ね、バサシ、ボコボコ、え、おいしいボコ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 、おいしいバシャオ、おいしい、おいしい、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ちょっと、いや、いいよ、こういうのでいいよ、もうなんか雰囲気がいいよ、マジで。人としてはやっぱ言葉はいらないのかもしれない。ちょっとはいると思うよいや、いらないとは思うけど、ちょっとはね。どばりどばりどばり、え、なにこれ、プリクラ、撮ろうよ、せっかくだから。ちょっと俺と意識で撮ってみようか、じゃあ出てきましたよ。じゃん、おお、いいね。街で会った誰かにあげます。おおよしきも誰かに、はい、ドラハゲナンバーセンターシャッ34シャッ、はい、オーケー、ゴーゴー、めちゃくちゃ簡単じゃない。わあ、これむずいんだ。はい、あれ、ナイスショー、ナイスショー、ファイブプレー、あー、ナイス、負けた、ワオ、ユーミー、いやー、面白い、ワオ、似顔絵描いてほしいね似顔絵、いくら、1枚700円、安っ、700円、ワンミニッツイズドン、え、1分だって、1分で描いてたの。ちょっと行ってみる、せっかくだから。いや、笑ってる方がいいよね。ゴト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 ゴ。この人はちょっとまだ、なんか美味しそうだね。めっちゃ美味しそう。ケーキ？パンケーキ。じゃあ山下ちゃんのパーラー。あ、
氷。かき氷か。ちげえか。人気店。食べたい？ちょっと食べたい。ちょっと食べたい。食べよう。食べよう。じゃあここはもう動画別にどっちもいいじゃん。まあ食べそうだったら。食べよう。適当に切ってさ、はい、イエーイ。なんかもうやっぱイエーイ、スイーツタイムだぜ。もうさ、いいですか、切ってもらって。じゃあいいですか。はい。うわ、これ切れないんだけど。確かに切れないね。あ、なるほどなるほど。じゃあここだけ切る。ミキさんにやってもらおう。そうだ、ダメだよ。俺はどうやって食べるのかがよくわかんないけど、まあ適当でしょ、こんなの。いただきます。うまい。おいしい。クリームが、生クリームがまずめっちゃうまい。ね、ふわふわ。本当に最高です。最高。パンケーキタイムしましょう。はい、ここマジで、ようやく出せたんじゃない、俺の YouTube で。だからみんなが役立つ情報。なんてお店の名前かちょっと分かんないけど、あ、まあ、さっきメモしたから大丈夫。さあ、というわけで、はい、夜遊び最後は YOSHIKI D がプチブランチ見てて、はい、どうしても来たかったっていう24時間のラーメンコンビニ、はい、こちらで食べて帰りたいと思います。はい、楽しかった。楽しい韓国ナイトだったね。はい、というわけで今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあ皆さんも素敵な一日をお過ごしください。アナゴアナゴじゃねな、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。